はい、本日のツアーですね、一泊四食、季節の果物、お土産付き、清涼感感じる高原ミステリーということで、茨城を出発してきたんですけども、一箇所目の立ち寄りがですね、阿武隈堂の近くのね、お蕎麦屋さん、白雄さんという、ところで食事してから阿武隈堂に行って、観光していただくという流れでございます。でね、ランチの状況撮らせてもらいます。はい、店内がですね、こんな様子です。お客様はね、座席の方で食べてもらいますけど、私は、はい、うん、アイモリにして2つで、助かります。普通盛りでいいよね。はい、はい、はい、ということでメニューはね、テーブルの中にインしてるような感じですけど、はい、メニューにないね、うどんとそばのアイモリを頼んできました。